放課後ネバーランドの動画をご視聴いただいてありがとうございます。篠原明人です。本日目安箱なんですが、質問が多かったというか、基本人格さんについてですね、うち放課後ネバーランド この基本人格さんについてっていうのを今回お話ししようと思いまして、一応本人に許可取り済みということで多分大丈夫だと思うけど心配や、一応先に用語の説明というか、基本人格とは何ぞやっていうところについて先に喋っておこうと思います。基本人格っていうのは、簡単に言うと一番最初のオリジナルの人格というか、この体の本人さんって言われたりとか、オリジナルの人格だったりとか、戸籍の名前を持つ人格とかっていう言われ方をしたりするんだけど、一番最初のベースとなった人格が分かれる前の一番最初の人格さんっていうのを基本人格っていう風に言うんですね。よくごっちゃにされるというか、区別されにくい言葉っていうので、主人格っていう言葉もありまして、で主人格っていうのは表の生活を送っている人格のことです。表に基本的に多分表に一番長く出ていて、表の生活を仕切ってるというか回している人格のことを主人格っていうふうに言います。でこれ、基本人格が主人格をしている場合もあれば、そうじゃない交代人格が主人格をしている、一番最初の人格さんっていうのは表にあんまり出てなくて、他の後から生まれた交代人格の方がメインで生活を担っているっていうこともあります。よくね、千代子は基本人格じゃないのかっていう質問があったりもするんですが、一応今のところ千代子は基本人格ではないという扱いかな。その辺もね、ちょっとややこしいというかね。うちの基本人格さん、名前は、この体の本名なんだけど、このね動画においてはちょっと本名を晒すのもあれなんで、伊豆と呼びます。うちの基本人格さん、伊豆さんです。言いにくいなで伊豆と千代子っていうのがもう幼少期から、ニコイチ的な感じで、どっちが本人っていうわけではなくて、どっちもが自分っていう認識で、ただ自分が二人いるっていう認識で幼少期からいたらしくて、さっき千代子は基本人格じゃないのかっていうのをちょろっと挙げたけど、基本人格と言えると思う。ただ千代子が自分は基本人格ではないと言ってるから、そうがいいならそうしようみたいな、そういうノリですそう、別に誰が基本人格でもいいよみたいな、そういうノリですで、千代子と基本人格っていうのはもうお互いが自分っていう感じで、記憶の共有というかね、そもそも自分だから何でもわかるみたいな、何を考えているとか何が好きとかも全部一緒みたいな感じで、本当そのまんま自分が二人いるっていう状態だったらしいんですが、小学生とかの頃はもうずっとそんな感じだったらしいんですが、中学卒業するとかその辺のあたりで徐々に別れだして、お互いが考えていることがわからないとか、意見が食い違っちゃうとか、千代子が
何かやったことっていうのがいつか覚えてなかったり、まあ、その逆もあったりとかっていう感じで、こう徐々に、こう共有ができなくなっていくというか、こう別れ始めたらしくて、で、高校2年生だったかなの冬ですねに、ちょっとこう大量服薬で、まあ、自殺未遂ですね、大量服薬で、まあ、緊急搬送されるという、まあ、大事件があったんですが、まあ、それを機に千代子が俺らのことが分かるっていうか、まあ、中に来れるようになったものの、基本人格さんが伊豆がいなくなっちゃったんですね。まあ、その自殺未遂事件以来。で、まあ、そこからはもうずっと千代子が主人格で、伊豆の帰りを待つという感じで、まあ、長いことね、まあ、俺とか、まあ、リーダー勢とかともいろいろこう、そのどうしたら、もう伊豆は今どうしているんだろう、どうなっているんだろうっていう、本当に、生きてるか死んでるかもわからない消息不明状態ですね。で、まあ、11年ほど生活してまして、で、2年前かな、2018年の2月13日、もうこの、まあ、鳥取住まいだったんですがね、彼氏と暮らすためにこの京都の家に引っ越してきて2週間ぐらいっていう不思議なタイミングで、基本人格さんが突然出てきたんですね、表に。まあ、彼氏とね話してる時に突然バタンと倒れて、で起きたら、まあ、伊豆だったっていう まあ彼氏がね、誰っつってこう名前聞いたら、こう本名を言って、で「基本人格？」みたいな、なんかまあそういう感じで でただね、伊豆の方はこの、まあ、今までのこのいなかった11年間分の記憶がさっぱりない、まあ17歳かの時に、死んだと思ったところで止まってるようで、まあ、完全に浦島太郎ですね。死んだと思って目を開けたら11年経った未来みたいな そういう状態だったみたいなんですが、まあ、彼氏だとか、あと、まあ、実家の家族からのこうフォローとかもありまして、あと、まあ、俺らからもね、ちょっとこう、なんとか状況を理解してもらわないとっていうことで、こう、いろいろ手紙だとか、こう、動画でメッセージを残したりとかっていうので、こう、やり取りをして、まあ、なんとか落ち着いたかなっていう感じですね。11年分の記憶がないから、もう彼氏のこともわからないし、実家引っ越してるんですが、その家のこともわからないしみたいな感じで、まあ、結構ねひっちゃかめっちゃかな感じで、俺ら普段ね、こう、まあ、千代子にしても俺にしても、その中の連中とこうリアルタイムで近くにいる人と話ができたりとか、まあ表に出てなかったら中で普通に生活してたりとかっていう感じなんですが、伊豆に関しては中に来れなくて、来れないというか中を認識できないというか、中って何っていう感じですね。基本人格さんが、戻ってきてからね、だいたい月に3回ぐらいの頻度かな、まあ、結構ばらつきはあるんだけど、ちょいちょいと表には出てはるんだけど、その起きたら何日も経ってるみたいな感じのまんまここ2年ほど過ごして来られてます。で、基本人格さんが出てる間、起きてる間っていうのは、その中が動いてないっていうかな オフ状態、中がオフ状態っていう感じで、
伊豆が表に出てる間っていうのはもう俺らは本当に、眠った状態というよりは本当にこうそこだけ時間が完全に抜けてるっていう感じかな。だから本当もう誰が停止ボタンを押したやろみたいな感じでもうすっぽり抜けてるっていう感じですね。で逆に、俺らがまあ、ね、今こうやって俺が出てたりとか、まあ普段千代子が出てたりとかっていう、まあ、基本人格さん以外の他の人格が表に出てる時っていうのは逆にその伊豆がオフ状態になっているんだと思われる。その表に出てない間にそのどこかにいたとかっていうのはないようで、中っぽいところにいたとかっていう記憶とかはないようで、まあ中でもね基本人格さんを発見できていないので、おそらく中に来れてなくて、でなおかつもう完全にこうオフ状態になっているのではないかと考えられている。 やっぱりまだよくわからない、その直接コンタクトが取れないから、まあ、千代子はね便箋使って手紙を書いたりとかでやり取りしてたり、俺だったら携帯で動画撮って、ちょっと文章を書くのめんどくさいんで 動画撮って喋ってね、最近どうすかっつってやり取りはしてたりはするんだけど、まあ、基本人格さんがその出るタイミングっていうのがもう本当にわからない。基本人格さん自身にもその次起きたらいつになってるのかがわからないっていう感じだし、俺らも次基本さんいつ頃出るかなっていうのはもうさっぱりわからないんで、そろそろ出そうやなとかっていうのもないんで、まあとりあえず何かしらお互いに残し合うみたいな感じでかろうじてやり取りをしている状況ですね。たまになんかツイッターとかに降臨してこうフォロワーさんをざわつかせたりしてるっぽいけどね。戻ってきてすぐの頃はね、まあなんせ11年、まあ今もう13年前か、基本人格さんがいなくなった13年前とはもうかすりもしないぐらい生活環境違いますから 夢か走馬灯みたいな感じで思ってたみたいなんですが、まあ、徐々にね、ちょっとずつこう、よくわかんないけど、今、もうとりあえずこれが現実ってことになってんだなっていうぐらいの感じで、徐々にこう、慣れていってもらっているところですね、まだ。戻ってきて2年とはいえ、まあ、その2年間、365日かける2年じゃないからね。基本人格さんが出てる時間っていうのは本当にもう1年のうちで3日も出てるか出てないかみたいな、多分そんなレベルじゃないかな。まあこっからは余談みたいな感じなんだけど、この放課後ネバーランドの動画をね上げるとかっていう、まあ、こういう、まあ、こう YouTube で動画上げ出す前、伊豆に許可取りを してるんですよ。こういう話になってるんだけど大丈夫だろうかみたいなね。嫌じゃないですか、大丈夫ですかっていう許可取りを一応 してるんですが、伊豆の方はなんかもう、お好きにどうぞみたいな 自分よくわかんないんでも、お好きにどうぞみたいな、許可取りとかもいらないんでどうぞっていうぐらいのノリですね でもこのね、動画も一応ちょいちょいと見てくれているようで、感想がねちらっとだけこう手紙にね残しちゃったりとかっていうのは割と嬉しい 結構ね、うちの中の連中がね、こう、伊豆の様子っていうのをみんな割と気にしてるんですが、いつか動画に出てくれたらいいなっつって言ってますね。そんな日は来るのだろうか。
まあ、来た時にはね、視聴者の皆さんぜひ温かい目で迎えてやってください。もうあれや、あとなんか補足したいことあったら、基本人格さん、伊豆があの動画を残しといてくれたら、多分作業班がいい感じに編集して補足っつってあのやってくれるっていうことで、ちょっとあとは伊豆に投げようあのこれ見てちょっとここを訂正してとか、あのここはちょっとそれはちゃうみたいな、いや実際こう思ってるでとかね、ありましたら動画に残してやってください。はい、というわけで、まあ、今回は基本人格さんが今こんな状況だよっていう話でした。まあ俺からしても結構な謎の多い部分だからね説明が下手で申し訳ない。とりあえずここまでお付き合いいただいてありがとうございました。